苦しい試合を乗り越え、そしてスタミナ的にも苦しくなった大会の終盤になっても、その団結力の中で少しずつ少しずついいプレーが出てくる。アジアのチャンピオンの星が4つになりました。日本が初めてこの大会に勝ったのは広島で行われた92年の大会でした。その後2000年に勝ち、2004年のレバノン中国と連覇を果たしました、はい、前回は3連覇を狙って結局4位という結果でした。悔しい思いもあったと思いますけど、ただこれ新しいチームになった、はい、2014年目指して始めたチームが非常に苦労して勝ったというのも僕は価値観にしてほしいなと思うんですよね。続いて表彰式の方は準優勝チームの表彰が始まるようです。オーストラリアは AFC に加入してこれが2回目のアジアカップになります。前回はベスト8で止まりました。オーストラリアの選手たちが表彰台に向かいます。準優勝チームを称える拍手です。いや、いいですね。戦い終わって、はい、やっぱり両者を称えてくれると、やっぱりスポーツというものがいいなという感じがしますし、そうですね、キャプテンのニールです。今日も1点は失いましたが安定してました、はい、一人一人にこうした小さなカップ、アジアカップと同じ形のものが送られています。塩澤も見事でした。次々に準優勝したオーストラリアの選手たちの表彰が行われているところです。ケイヒルも途中やはり膝を痛めたんでしょうか、テーピングが見えてましたね、福西さん。そうですね、やはり交代することも多かったですし、はい、膝の状態って良くないと思いますけれども、やはりチームのために本当に体を張ってましたからね。オーストラリアは監督はオジェク監督に変わりましたが、早野さん、やってきたサッカーは南アフリカ大会のサッカーとそんなに変わってないようにも思えたんですが、ね、どうでしょうか。あまり変わってないと思います。ただ今大会は試合ごとにこう波があったような気がするんですよね、やっぱりなかなかバリエーションが出ない、もともと多くないんですけど、そうですね、ちょっとこうよどんだようなゲームでも勝負強く帰ってきたということもありましたね。開幕戦のインドに4対0で勝った後、はい、まあ、ライバルともいえる韓国に引き分けた、うん、そしてバーレーンには楽勝するんではないかという見方があったんですが、1対0という逆でしたね、はい、苦しいゲームでした。その後のイラクの決勝トーナメント行った時でもね、はい、ケイヒルが日本の選手たちの間に入って握手を求めてます、うん、我々も実はあの海岸を歩いている時にケイヒルが現れてびっくりしたんですがケイヒルがお互いに頑張ろうって声かけてました。そのくらい普段はフレンドリーな選手でもあります。ピッチに入るとね、はい、ちょっと違う顔を見せますけど、荒っぽい部分も出てきますね、はい、オジェク監督です。準優勝のオーストラリアのチームスタッフです。この方はゴールキーパーコーチですね。オジェック監督は今日はエキサイティングなゲームになると言っていましたが、本当にギリギリの戦いでした。日本をよく知っているだけでは勝てないと言っていましたが、なるほど。ただやっぱり今日のゲームはオーストラリアはシンプルですけど、やっぱ良さが出てたゲームだったというふうに思うんですよ。本来オーストラリアはまだあの日本でもおなじみのケネディといったフォワードがいたり、い、はい、まだ何人か得点力の高いフォワードが福西さんいるんですよね。やはり特徴を持った選手が多いですからね。やっぱり今日の試合も常にこう怖さというのを日本チームに与えてましたね、はい、あのサッカーがさらにレベルが上がってもう少しハードにやられたらと思うと、やはり次の対戦はより警戒が必要かもしれません。そうだと思いますね。2トップケイヒル、キューウェルプラス、1枚2枚来たらこれは止めにくいチームになると思いますよ、今日は若いクルーズというフォワードも出てきました。そして中盤のマッカイ、キルケニー、この辺りも新しいメンバーとして登場してきました、はい、さあだいぶ待たされてアジアチャンピオンに返り咲いた日本の表彰が行われようとしています。
一旦サムライブルーのユニフォームに戻しました日本です。また播磨競技場に日本日本というコールが響いています。まあ、ここまで本当に他の、ね、スタジアムに来てくれる人が残ってくれてるんですよね。最後に表彰台に上がれます。長谷部キャプテンを先頭にカップを受け取っていきます。この瞬間のために長い戦い頑張り抜いてきました。そうですね、目標を3位以内に設定した日本がここまで粘ってそして勝ち切ってきました。いや僕は優勝やっぱ狙っていくべきだと思いましたけど苦労してましたからね。そうですね、先が読めないと言いますか ね、なかなか準備ができてなかった部分があると思いますから、ただやはりこう見ていくうちにやはり優勝っていうのを意識したようなね、やっぱ戦い方になってきましたからね、でも日本はやはり常に優勝を狙っていくチームであるべきだと思いますし、それに韓国、オーストラリア他のチームも今度は狙われてきますんで ね、早野さん、日本のサッカーを考えれば、はい、最近この下の世代で、はい、なかなかタイトルまでたどり着けない大会がある中で、そうですね、まあ、こういったところで上が取っていく、はい、僕は若手の成長というのは、上が強いからもっと伸びるんだと思うんですよ、うん、下だけ強くてもこうスペインみたいにうまくいっていればいいんですけど、基本的には世界で戦えるチームがあって若いチームが活躍してどんどん上に上がっていくという、はい、競争のこう論理っていうのがどんどん出てきてほしいな、そのため頼もしいですね、こう優勝してくれると、今日は途中サイドに回った今野です。今野もこのチームの中ではチームを明るくする役もこのチームの中でも引き受けてました。MVP を獲得したアジアでも世界でも知られるプレーヤーになりました本田です。細貝のあのゴールはチームを救いました。よく詰めてましたね。そしてああいう姿勢がまた新しいヒーローを次に生むチームの土台になってきます。吉田もこの高さをトゥーリオや中澤よりも高い高さをまた若い世代でもたらしました、はい、またそこも競争してもらいたいですね。いやレベル上がってくると思いますよね、本当にチーム力という点では今回は結果出したと思いますね、まあ、トゥーリオ来たらまず1回吉田麻也を脅かされると思いますけどね、それに負けないでほしいですね。負けないでほしいんですよ。西川も1試合ゴールマウスを守りました。この後はチームを自分のチームから離れる選手もあり、はい、代表から戻るとまた別の戦いが始まっていきます。山沢は故障でこの大会間に合わないかもしれないと言われてました。まあ、よくこうこの場面を考えたらよくそこを辛抱して連れてきたなと思いますね。そうですね、井ノ原はセンターバックもサイドバックもできるプレーヤー、そしてあのカタール戦の決勝ゴールはよくゴール前まで入ってきました。いましたね。前田はザッケローニ監督から信頼感をまたこの大会は福西さん勝ち得たかもしれませんね。うん、そうですね、ただ僕はもうまだまだできるよねもっともっと要求したいところありますけれども、ね、はい、結果はねしっかり残していると思いますね。さあそしてザッケローニ監督です。ザッケローニ監督の記者会見での一言一言はこのアジアの各国のプレースにかなり興味を持たれた印象があります。まあ、イタリア人の監督としてね日本代表チームを率いる初めての部分多いんですけど、はい、どんなサッカーをするのかなと思いました。意外とこう硬くて、はい、そこからいろいろ変化をさせていくような感じのタイプに見えますね。そうですね、しっかりコミュニケーションを取るというのですから ね、やはりその選手との距離も近いような気がしますね、はい、そうですね。今日本のチームスタッフが表彰を受けているところです。コーチ陣にもこうしてカップが渡されていきます。チームのために働いた人たちですからね、なかなかこう表には出てきませんけれども、本当に選手のためにチームのためにこういう人たちが裏で一生懸命動いてくれるということですよ。そうですね、
徐々を目指すにはそのベースキャンプをきちっと作る人がいてくれないと高みには登れないという表現をする方もいますが、本当にそういうベースがあって、そのベースも上げていくことが世界と戦う上では非常に大事なことになってきま す, うもうこれからは情報というものはやっぱり顔をたくさん取ってこなきゃいけないし、なかなか出てきませんから、はい、まあ、自分たちのチーム状況も含めて ね,、はい、そうですね、そうですね、こういう大会を通してこう体のケアっていうのが、ね、非常に大事ですから、そういったところもやっぱりこう、はい、レベルアップしていかなくてはいけないところですよね。コーチングスタッフから広報スタッフ、あるいはマネージャーにまで来ました、ね、さあアジアカップが日本に渡ります。長谷部が待ちます。AFC アジアカップカタール2011、長い戦いのフィナーレは日本2大会ぶり、大会最多4度目の優勝。日本にとっては歓喜のフィナーレになりましたこのカタール大会です。何度見ても日本のファンにとってはいい瞬間です。そしてこのアジアで勝つことがまた世界へのステップのベースになっていきます。その通りだと思いますね。このきらびやかな舞台に立てるのは1チームだけ、苦労する場面もありますけど、やっと報われたんじゃないですかチームが。そうですね、国さん、はい、国さんもこのアジアカップを何度も経験してきました。思い出されます、いいですね、思い出されますね。でこういうチームが一つになって、やっぱり日本っていうものを、ね、実感しますよね。そしてこの歓喜とこの重みが次のベースになり、特に早野さん、今年はブラジル大会の予選がもう秋には始まります。そうなんですね、喜び、非常にこう気持ちが爆発するような情熱になるんですけど、それと忘れてはいけないのは、責任、はい、これをしっかりと持って代表チームというのを活動していかなきゃいけない、その辺のところはしっかり自覚してくれると思います。国さん、若いチームのこれからに期待すること、最後にお願いします。やはりもうその自分の持っているものっていうのを十分にも出してほしい、そして経験を積んで一回りも二回りも大きくなっていってもらいたいですね。そうですね、早野さん、はい、このチームにはあと伸びしろとして何がありますか。いや、まだまだやらなきゃいけないことはあると思いますよ。攻撃の部分、オーストラリアについてできなかった、はい、勝負というものを諦めなかったところは今日のゲームの評価点だと思いますけど、もっと攻撃性を出していくところには伸びていく部分はあると思います。このカタールのドーハには伝統の黄金のスークもあるんですがそれをイメージさせるような、素晴らしいですね。いやー、いろんなところからゴールドが出てきました。すごい雰囲気です。いやいや、きらびやかで上には炎も上がりますしね。そうですね。いやー、そしてスタジアムの上空はどん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 このゴールドが舞い上がって上の炎と交錯するようになってきました。ちょっと量多いんじゃないですか。すごいですね、これは本当に完全に金のこの吹雪の量は南アフリカの決勝を上回ってますね。そう量は上回ってると思いますねまだまだ続きます、歓喜の時間が続きます。各国のプレスの写真撮影に応えます。チャンピオンとして次の大会までを過ごす日本です。まあ、ザッケローニ監督、成長という言葉は使われてますけど、はい、まあ、試合中も言いましたけど、成長という単語一つでは何も起こらないと思いますよね、はい、続けていくこと、はい、やっぱ努力すること、何かを求めていくこと、なりたいものを忘れないことっていうのは成長につながると思います、はい、アジアカップがザッケローニ監督の手に渡りました。そしてこの瞬間にスタジアムの周りで花火が上がりました。あの開幕の日と同じようにハリワの上空に花火が、冬のカタールの大波に花火がどんどん上がっています。大会のフィナーレは鮮やかです。
すごいですね。その鮮やか